笠原民子は、日本の政治家。元参議院議員、笠原淳一の次女。衆議院議員、岐阜県議会議員を歴任した。1965年、岐阜県岐阜市に生まれる。1989年、東京国際大学教養学部卒業。1999年、自由民主党公認で、岐阜県議会議員選挙に出馬し、初当選。 以後3期連続当選。2005年、第44回衆議院議員総選挙では、岐阜県連が自民党の意向に反して野田聖子の支援に回る中、党公認候補の佐藤ゆかりを支援した。2009年8月14日、第45回衆議院議員総選挙で、民主党、岐阜一区総支部代表の柴橋正直を支援するため、自民党に離党届を提出。 8月17日、岐阜県議会議員を辞職。8月30日、民主党公認で比例単独34位で出馬し、初当選した。2011年2月17日に、民主党政権交代に責任を持つ会の幹事長に就任。2011年6月2日の衆議院本会議で行われた、菅内閣不信任決議案の採決では、 党の反対方針に反して棄権した。民主党は6月13日の役員会で、党員資格停止3ヶ月の処分とする方針を決定し、6月25日の常任幹事会で正式決定した。同年8月の民主党代表選挙には、党員資格停止中のため投票できなかった。2012年の消費増税をめぐる政局では、 野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、政調会長補佐や党総務副委員長の辞表を提出し、4月23日の党役員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して、 離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で、離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。同年12月、第46回衆議院議員総選挙に、ギフウィックから日本未来の投稿人で出馬するも落選。 比例復活もならず、議席を失った。2015年4月、岐阜県議会議員選挙に無所属で出馬するも、再開落選。ありがとうございます。